ルノーサムスン自動車、ルノーサムスン自動車、ルノーサムスン自動車、略称、RSM は、韓国、ソウルの襟川区に本社を置く自動車メーカーである。釜山、構成区の省原国家産業団地内に、製造工場、敷地面積約165.000メートルと、R&D センター、並びにギャラリーを持ち、その周辺には、ルノーサムスン王子、ルノーサム産大路、 サムスン王子と名付けられた幹線道路が通っている。また、軽軌道に研究所とルノーデザインアジアスタジオを有する。工術の商標使用許諾契約によりサムスンの名称が付いているが、実質的にはルノーグループの一員であり、サムスングループから見ると関連企業の一つである。CI マーク、通称ダイナモエンブレムは台風の目を継承化したものであり、 顧客中心の経営方針を確固たるものにする、先んじた考えの下での車作りという原動力を表現したものであ。また、上下左右対称のデザインは信頼性の追求を示し、カラーはプレミアムイメージの主張である。CI マークはサムスン自動車設立当初より採用されていたが、その当時のカラーは青仕様されていた、社名変更後も踏襲されている。 2015年下半期からは、ルノーのビジュアルカラーであるイエローを各ディーラーの看板の一部に取り入れ、ルノーファミリーの一員であることを強調している。また、2016年からは公式サイトにもイエローが取り入れられ、2017年からは、t ゥイジーの導入を皮切りに、ルノー社の販売も開始した。ルノーサムスンのハングルでの発音は、ルノーサムソンが近く。 ルノー・サムスンでは通じにくいこともある。また、ルノー・サムスンは、ドメスティックブランドであり、初期に行われていたジブランドでの SQ5 の輸出、口実を参照を除き、韓国以外では使用されない。CM などを通じて掲げられていた。2016年4月現在はスローガンが、設定されていない。ライト、イコール正しいというキーワードを掲げ、全員一丸となって、 仕事に取り組んでいる。ラリオブルイコール信頼できる。イーディンティルイコール同一の一定品質。ジェニウィンイコール本物の。オネストイコール正直な。トランスペアレントイコール割りのままの。サムスングループの自動車業界への進出計画は以前からあったが、長年にわたり自動車産業への参入を時々の政権に阻害され続けてきた。しかし、 当時会長であった利権広氏の強い意志のもと、1990年代より計画実現が徐々に現実味を帯びていくこととなり、当時の大統領である金四サムの支持基盤である富山を工場建設地に指定し、1994年末に日本の日産自動車からの技術導入による自動車産業への参入を申請した。政府内部では、 自動車産業の過剰投資を有料する反対論が根強かったが、既存の政府主導による産業政策から産業自由化政策へ転換すべきとの自由化論が優勢となり、サムスンは自動車産業参入の認可を手に入れた。1997年末の通貨危機を経て、1998年3月から、同社初の乗用車である SM5 の生産が始まり、 同年に約4万台が生産されるも、通貨機器で内需と輸出が激減し1998年末には、大部電子との事業交換で意し、その後の6ヶ月は創業中断状態にあった。そして2000年、サムスン自動車は、会社設立から約6年、創業から1年4ヶ月で、経営破綻した。1990年代後半に、 デザインや商品戦略などの相次ぐ失敗で販売不振が深刻化し経営危機がささやかれた日産自動車が1999年3月にフランスのルノーと企業同盟を結び資本提携した。すなわちルノーイコール日産アライアンス。後にルノー、日産、三菱アライアンスに解消である。その後のアジア経済危機によりサムスン自動車も 上日のような形で経営破綻し、ルノーが株式の80.1%を取得してヒット株主となった残りの19.9%はサムスングループが保有ルノーから引き受けを拒否された商用車部門イコールサムスン商用車。工場はテグ広域した地に宿にあったが手口法裁判所から破産宣告を受けて事実上倒産し撤退すると同時にルノーグループと サムスングループの間で合弁契約とサムスングランドの商標使用許諾役を締結したことでルノーの参加となり社名をルノーサムスン自動車に変更して現在に至る。このアライアンスによってすべてのルノーサムスン社にはエンジンやプラットフォーム 4WD システムなど日産自動車の技術が多用されてはいるものの実は日産とルノーサムスンの間に 直接の資本関係はない。なお、ルノー参加に入った後も当面は、日産車のバッチエンジニアリング社を作り続けていたが、QM5 以後の新車種は、ルノーと日産との共同開発としている。2000年、ルノーグループとサムスングループの間で、合弁契約とサムスンブランドの商標使用許諾契約を締結したことで、ルノーサムスン自動車に社名変更し、 ルノーの参加となったが、その理由は、ルノーグループにとっては、サムスンという絶大なブランド力を活かし、韓国市場で高いブランドイメージを維持できるからであり、サムスングループにとっては、ルノー・サムスンと自動車用電子部品分野で、開発や生産などにおける協力関係を拡大していくことができるからという双方にとって、プラスとなる要素がマッチしたためである。この契約は、本来、 2010年まであったが、国内生産並びに2006年から本格的に開始した輸出とも非常に好調であったことと、サムスンとルノーサムスン双方のブランド力検持のため、2009年6月には契約期間を2020年6月まで延長させている。よって、サムスンの商標は少なくとも2020年までは使用可能となった。なお、ルノーサムスンは、 最終利益が発生した場合、売上高の0.8%を商標使用料としてサムスングループに支払う契約となっている。従来、ルノーサムスングランドの車種は主に国内向けに出荷されており、海外へはチリなどごく一部の国、地域に SM5、SQ5 の名で輸出するに止まっていた。しかし、二代目社長であるジャンマリーウェルティジェが CEO 就任後は、 カルロス・ゴーンの指示のもと、ルノー・日産グループは、ルノー・サムスンで製造した車種を日産及び、ルノーブランドに立地して、輸出を拡大する方針を取ることにし、まず2006年から SM さんが、日産ブランドのアルメーラクラシックとして、輸出開始された。続いて、ルノー・日産と共同開発した SUV ルノー・コレオスの製造が、全量ルノー・サムスンで行われることになり、 国内向けは、ルノーサムスン QM を2008年から2010年までは2代目、SM5 がルノーサフランとしても輸出された。また、2010年からは、SM3CE がルノースカラとして、3代目 SM5 がルノーラティテュード、3代目サフランとして手が開始されている。近年は、エンジンやトランスミッションを日本からの輸入に頼りすぎたことによる、 他社ライバルと比較しての価格高騰が原因の赤字体質に悩まされており、そこからの脱却を図るべく2012年深半期に発表された RSM2012 リバイバルプランに応える形で、ルノイコール日産アライアンスが1億6.000万ドルの出資をするとともに、工場の稼働率と生産能力の増強を図るべく、日本の日産自動車九州で生産されている。 クロスオーバー SUV、ローグの次世代型を北米日産スマーナ工場に加え、2014年より年間8万台規模で、富山工場にも遺憾生産することを発表し、2014年9月より生産を開始し、同月下旬に北米へ向けて輸出した同社にとっては初の北米市場への輸出である。また、車両としての輸出ではないが、 ルノーイコール日産アライアンスとルノーサムスンの部品供給網を活かし日産の商用車 NV350 キャラバン、イスズコモ、三菱そ装、キャンターバン含むのドアミラー部品や内装部品など2 0 4の部品をサプライヤーを通じて日産車体90に供給している。2012年8月10日極度の業績不振に対応すべく 会社設立以来初めて希望退職者を募集。対象人数は技術職約1.000人を除いた約4.500人としている。しかし、2011年8月に結成された労働組合がこの募集に猛反発し、13日にストライキに突入することを発表。労働組合側はこの日、午後2時45分から午後4時45分まで釜山工場で 昼夜金が、それぞ一時間ずつストライキに突入した。以降、断続的にストライキが発生すると、ルノー本社がストライキを問題し、2019年2月7日までに、ローソ側に、不産工場の生産規模縮小を警告打ちしていることが報道された。具体的には、同年9月に委託生産契約が期限を迎える、日産。 ローグの生産を他国へ移管するものと考えられている。2019年3月26日、日産自動車は、ルノー・サムスンのストライキにより供給が不安定になっているとして、ローグの生産割当てを10万台、見込みから6万台へ減らすことを通告した。この時点で、労働組合側は、基本給の引き上げなどを要求して、過去6ヶ月間に52回、 延べ210時間にわたるストライキを実施していた。2018年12月現在、ルノーブランド社は、ルノーサムスン販売網で併売される。主にセダン系に採用される、S はサミューズンもしくはセダン、SUV 系に採用される、Q は追求を意味する、クエスト、M はドライブを意味する、モートリング、末尾の数字はそれぞれの車格を意味する。 は生産と販売、は販売のみ、は生産のみ。2009年の販売台数は189,813台で、前年比3.7%の減少となった。世界経済の低迷によって、新車需要が伸び悩んだためである。輸出では、2010年第1四半期に過去最高となる22,408台を出荷。 に前年比171.5%の増加で2009年の輸出台数の40%に匹敵する。ルノー・サムスンは海外市場において日産とルノーブランドで我々の車を売ることは販売に寄与している。しかし、ルノー・サムスン製車種の注文が増加しているという事実は我が社が高品質の車にって顧客の信用を獲得している現れであるという声明を出している。 上述にもあるように2010年はルノーサムスン史上初めて年間輸出台数が10万台を突破。2000年の同台数の500倍以上の成長率を記録している。2011年の輸出分を含めた販売台数は118,135台となっており、2010年の161,917台から約27%と大幅に落ち込んだ。 原因の一つに、東日本大震災によって、日産自動車岩き工場が甚大な被害を受けたことにより、同工場で生産される VQ エンジンやジアトコで生産されるトランスミッションの納入が遅れたことが挙げられる。2012年6月の欠陥販売台数は4.008台で、前年同月比58%面、4位の総流自動車の4.033台に負け、 会社創立以来の業界再開となった。これは、SM7 の販売定調とキアフォルテの後継として9月に発売予定の計算に対する期待で、同クラスの準中型車、SM3 の買い控えが起きてしまったためである。これ以降、総流とは4位5位の座が、たびたび入れ替わるようになる。2013年1月の販売台数は3850台と、 創立以来の最低台数をマーク。これは同月の BMW の韓国における全販売台数3600台に近い。2014年12月の国内販売台数は1363台を記録。月間販売台数が1万台を超えたのは2011年9月以来のことである。なお、2014年の累計販売。 生産台数は国内向けが833台、輸出向けが89,851台の計169,854台となり、前年比29.6%プラスとなった。この背景には、QM3 の計画販売台数8,000台、年の2倍を超える18,191台という、好調な販売と、日産ローグの好調な生産状況が大きく、 影響している。2015年の生産販売台数は229,082台で、うち輸出向けは日産ローグの人気校長により、昨年比65.9%増の149,065台と、車種最高の台数となった。2016年は、韓国国内で111,101台。 輸出146,244台の計257,345台を生産、販売。これは2010年の271,479台に続く歴代2位の記録である。国内販売については、前年比38.8%増で、新型車の SM6 や QM6 が牽引する格好となった。また、輸出についても過去最高だった。 前年の149,065台に次ぐ歴代2位をマークした。2017年は韓国国内で10万537台、輸出17万6,271台の計27万6,808台を生産、販売。国内販売は韓国5社中最下位だったが、韓国5社中で唯一輸出台数が昨年比でプラスであると同時に輸出台数は 写真最高を記録。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。